いです。ねえ、あなたがいろんなところを冒険しているって本当なの？はい、そうですよ。この間もある樹海を冒険してきたばかりなんです。なら私にあなたの冒険談を聞かせてくれないかしら。長い間女神でいると遠出することなんてめったになくてね、いいでしょ？もちろんです。じゃあついこの間言った樹海の話をしますね。ええ、お願い。この冒険の始まりは、私が記憶を失ってさまよっていたところを仲間に発見されたところから始まるんです。いきなりすごい状態から始まるのね。いつもは船旅をしていると嵐に巻き込まれて漂着した未知の大陸を冒険しているんですけど、この時は珍しく記憶喪失だったんですよ。話続けますね。街で私を発見した仲間の話によると、普段めったに人が足を踏み入れない魔の領域とも言われる樹海へと旅立ち、数週間も消息不明になっていたみたいなんです。樹海で数週間、よく生きて戻ってこられたわね。むしろなぜそんな危なそうな樹海へ踏み入ったの？今回の冒険の鍵はそこなんです。なぜ私が樹海へと踏み込んだのか、そしてどうして記憶を失ってしまったのか、この真相を確かめるため、私は仲間と共に再び樹海へと足を踏み入れることを決意したんです。記憶喪失の謎を解くために樹海を冒険する。今までたくさん本を読んだけど、どの本にもなかった展開だわ。ちょっと待ってて、お茶とお菓子を準備するからじっくり聞かせて。と、そんな冒険をして帰ってきたんです。まさかそんな結末だったなんて。まだ若いのにすごい冒険をしているのね。そんな私なんて冒険家としてまだ駆け出しですし、まだまだですよ。その前の冒険だって何度も現地の人に助けてもらってばかりでしたし、それに比べてブラン様は女神として長年国を治めているんですから、私よりももっとすごいですよ。そうかしら。誰かにそんなこと言われるの初めてだから、なんか照れくさいわ。けど私からすれば、見知らぬ土地を一人で冒険するあなたも十分すごいのよ。そうですか？ええ、あなたはもう少し自分に自信を持った方がいいわ。このルウィーの女神をドキドキさせる冒険をしてきたんだから、もっと自信を持ちなさい。女神様直々に言ってもらえると私もすごく嬉しいです。けどよく今までした冒険をそんなに鮮明に覚えていられるわね。冒険するときは必ず日記を書いているんです。やっぱり起きたことやその時思ったことは忘れたくないので、これだけは冒険家として旅立った日からずっと書き続けているんです。そうだったの。ふと思ったのだけど、その日記本にしたら売れるんじゃないかしら。あなたたち冒険家にとっては普通の冒険だと思っていても、私たちにとってのそれは非日常的でとても面白い体験だわ。あなたとあなたの日記帳だけに留めておくにはもったいないと思う。そうですか？ええ、この興奮はたくさんの人に知ってもらうべきよ。ブラン様がそこまで言うなら、一ファンとしてあなたの冒険、けどたまにはあなたからも。はい、もちろんです。来る時くらいな。けど我慢できないほどじゃないから大丈夫です。やっぱり動きやすい服。けどどうしていきなりルウィーに？うん、雪国がどんなところか。けどすみません、
せっかくの休みなのに。別に構わないわ。それで、あなけど、雪国だって聞いて物珍しさ。スーパーカメキノコランドでしたっけ。福岡にも動物園や水族館はあるけど、あ、けどまさかブラン様がカメに餌をあげようとして頭をかぶりとか。そのことはごめんなさい。つい、けど気に入ってくれて嬉しい。そういえばあなたの住んでいた福岡はどんなところ。結構南にある国だから暖かいですよ。雪も降るけどルイほどじゃないかな。だからこういう一年中雪が。そうだ、もしブラ、おいしい食べ物も多くてルイにも負けないくらい。ええ、ブラン様ならちょうどお昼だし鍋でも食べない。きっと冷えた体も芯から温まるわ。ブラン様、ど大きい。一体何を食べればこんなに育つの。ねえマベちゃん、あなた子供の頃からずっと。ありますよ、太巻き。太巻き、意外ね。そうかな。けど大好きだからご飯の時だけじゃなく。それ一瞬けど、それしか考えられ。はあ、こっちはど、うん。あ、ブラン様。太巻きよ。以前あなたが勧め、よかったら。いいんですか？わーい。ど、美味しい。こんなに。そう。あ、そして何よりこれを食べ続ければ。これからもルビーの太巻きに期待。期待って。ん？大きく？けど任せて。そのためにも試食。はい、喜んで。ねえねえ、どこに行くの？で、どこに行くの？ここに行くんだね。ここ抜けたらピンボックスなのかな。違うわよ、海の向こうにあるっていうのに歩いて行けるわけないでしょ。あ、そっか。じゃあどうやって。泳ぎたいなら一人で泳ぎなさい。それじゃあ、あなたは飛べるのね。なんか最近私たちへの扱いが悪いよ。待遇の改善を要求する。あなたたちの相手をいちいち本気でしてたら体がいくつあっても足りないのよ。接岸部に船を用意してくれてるらしいわ。まったくふざけてるわよね、わざわざ。ああ、なるほど、相手の態度が気に入らん。それって八つ当たりだよ。うるさいわね、いちいち相手してられないってのも本音なんだからいい。そういう言い方ばかりしていると本当に友達。余計なお世話よ。ほん、まあ、もう無駄話。先手はもらった。はあ、どうして私が。私とだ。待ってねー。レベルアップ。レベルアップね。アイテム見っけ。ギョイギョイ考えるか。ここ、こちらが有利です。私の番ですね。待ってました。私にはできます。あっと、
るが断る。はあ、どうして久々に動く。皆さん、今がチャンスです。意外と簡単ですね。ブネブネしてやんよ。私にか、チャンス。はあ、どうして私勝てて残機もやれば覚醒した。それは残像だよ。私の番ですね。私たちの勝ちです。はあ、いいもの見っけ。安心しろ、一緒に決めてやる。どうして私、プネプネ押しま、私の番、行け。私の番だね。待ってました。3ターン勝てたのも皆さんのおかげです。ありがとうございます。レベルアップね。こちらが有利です。私の番ですね。久々に動く。皆さん、今がチャンスです。意外と簡単ですね。待ってね。この程度。私の番だな。これよりおっそう大手ね。レベルアップ。喜ぶほどのことではないわ。私が久々に動くと疲れますね。レベルアップです。奇襲成功。3ターンかかりますよ。私たちの奇襲成功。どうして私が、やりました。私に勝とうなんて。レベルアップ。エリアを踏破したよ。
てて通った。レベル上がったの？カンガルフヨーニー、ははいいもの見っけ。3ターンかかりますよ。ネップネップにして。さて、なんと待ってました。3ターン。さて倒さ、ずっと私のターン。私の番。勝てたのも力レパね、レベルアップね。ははいいもの見っけ。ははいいもの見っけ。カンガルーのよ、カンガルーのよにジャンプジャンプギョイーン。ついてないのかな。どうして私が、私たちのレベルアップ。3ターンかかりますよ。ないのかな。久々に動